IR 統合型リゾートにカジノを誘致することに反対する横浜の有力団体が対抗策として交渉を進めているディズニークルーズの概要を発表しました。ディズニーさんは最高だよね、だってディズニーはもうだって夢を売る、カジノには夢がないから、待ってるのは貧困だけだから。横浜市は海外の IR 大手から事業を募集していますが、カジノを誘致する可能性も入っています。それに対しカジノに反対する地元の港湾事業者らは豪華客船を使ったディズニークルーズの誘致を交渉していて、横浜港を出発してミッキーやミニーたちとアジア各国を巡り、船の中ではディズニーの映画や食事などが楽しめると説明しています。ディズニーもカジノは子育てにふさわしくないとして、実現にはカジノを作らないことを条件にしているということです。